東京練馬区に6月にオープンするワーナーブラザーススタジオツアー東京で映画ハリーポッターの舞台裏などを体験できる施設が一足先に地元の小学生にお披露目されました。こちらには食事やクリスマスといった先生や生徒たちが一堂に会する場、大広間が広がっています。公開されたのは映画ハリーポッターを代表する撮影場所として知られる大広間のセットです。映画では魔法対決など数々の名シーンの舞台となりましたが、セットでは主人公が通う魔術学校の先生が等身大で並ぶほか、生徒が過ごす寮を象徴する動物の食台なども置かれ、映画の世界観が表現されています。映画と同じような世界が広がっていてびっくりしましたね。この施設のオープンは6月16日の予定です。